どうもだるいもんです。今日も Vlog 撮っていきたいと思います。いやー、昨日の夜ねえラーメンなんか食べてしまってしまったので、今日はコーヒーだけでいきたいと思います。そしてこの後ちょっと散歩も行きたいと思います。ではいただきます。はあ、うまい、うん、ただいま山まで来て散歩しております。いや、 やっぱ山の中はいいですね。なんか癒される。なんか鳥の鳴き声がいっぱいするけど鳥の姿は見えない。いや、風が気持ちいいな。そして今日のお散歩のお供は α7R3 です。こちらにね 28mmF2 のレンズつけております。これはね、なんかそんな高いレンズじゃないけど、なかなか好きですね。そして、ずっとつけっぱなしの PL フィルター。なんか、前が、汚れてる？傷ついてる？なんだこれ。ちょっと後で拭いてみよう。何もない山の中を、ただただひたすら散歩する。いいですね。人も誰もいないし。はぁ、鳥のさえずり。と思ったらカラスがうるさいな。激辛チャレンジパート2。今日はこちらハーフ&ハーフをいただきます。お湯入れます。タイマー3分。あ、火薬入れるの忘れた。火薬入れるの忘れちゃった。カレーソース、極激辛ソース、カレー味と激辛味、いただきます。お前にビールか。ちょっと泡が多くなっちゃった。ではいただきます。楽しみにしてたカレー味からいただきます。辛いけど美味しい。ビールもいただきます。辛いけど美味しい。辛い。痛い。
一個だったら食べ終わってたの。二個分だから。あー痛い。さすがに二個分は量が多い。完食。あ、辛い。激辛チャレンジ終了。もう二度とやりません。ごちそうさまでした。いや、じゃあこちら。なんか45度かなんかの角度でやるとちょうどいいらしいので、45度で。うん、難しいな。逆に一気にやった方がいいのかな、ちょっと。ああ、ビールは甘。つくねいただきます。ああ。今日はこんな感じでのんびり過ごしていきたいと思います。ちょっとね、もうブラックマジックの電池がなくなってしまうので、これから先は、α7R3 で撮っていきたいと思います。あ、まあ途中でまたオズモが出てくるかもしれませんが、まあとりあえず、こんな感じで今日はやってきます。あ、ビールがうまい。はぁ、あ。カレー味。昨日買ってきた鳥中商店の焼き鳥を一人焼いて食べたいと思います。ちょっとね、まだ火力があんまり強くないのですが、まあとりあえず焼けるでしょう。火力が微妙に弱いのか、つくねしか焼けてこないな。まあいいか、つくねとビールでちょっといただきたいと思います。昼間からビールを飲んでいたらもうなんかデロンデロンに酔っ払ってますね。もう、やばいですね。もうそろそろトウモロコシが焼き上がると思うので醤油を塗りたいと思います。本当は醤油とみりんとお酒と混ぜたのをかけたかったのですが、醤油をそのままぶっかけてしまいました。この醤油が焼けた匂い最高ですよね。美味しい予想な匂いがしております。なんか美味しそうに焼けてきましたよ、トウモロコシ。トウモロコシ食べる前にビールも一杯いっちゃおうかな。うん、なんかいっちゃいそうな気がする。ビール飲もう。難しいね。ほぼ泡になっちゃう。はあ、うん。泡だけどビール。トウモロコシちょっと焦げてしまいたい。あれ、もう酔っ払って喋れてませんが、ちょっと焦げてしまいましたが、いただきたいと思います。うん。トウモロコシ甘くて美味しい。うん。あ、うまいわこれ。うん。でも歯がすきっぱなので歯に挟まります。うん、でも美味しいです。枝豆うまいな。でもなんかビール飲んできたらなんかもうちょっとしょっぱくてもいいかなとか思っちゃうな。でも枝豆うまいわ。手羽中もいい感じに焼けてきましたので手羽中いただきたいと思います。どうも、完全に酔っ払いのダルイモンが実況します。こちらね、手羽先の辛いやつ。こちらね、なんか、鳥中商店で売ってたんですよ。なんか美味しそうじゃないですか、これ。どんな味がするのかちょっと気になりますよね。ちょっと焼いたら報告したいと思います。以上、ダルイモンでした。
このビルの樽っていうか、なんていうのかな、よくわかんないけど、これ注ぐのが難しいですね。なんかほぼほぼ泡になってしまいますね。なんかコツがいるんでしょうかね。これなんか能書きはいろいろ書いてあるんですが、英語なので全くわかりません。こういうのって焼き加減難しいですよね。中までちゃんと焼けてるのかがよくわかんないです。ほんと。美味しそうに焼けてきました。こちらいただきたいと思います。もうちょっと酔いが限界っぽい。この手羽中の辛いのなんか美味しかったです。あ、うまいわ。てかもう限界だわ。ちょっと横になろう。酔っ払いから復活したので、またお肉焼いております。まあこれが最後のお肉です。うまく焼けるかな。いやーでも今日ちょっと食いすぎかもしれませんけど、お肉だからタンパク質だから大丈夫ですよね。筋肉に変わりますもんね。筋肉に変わりますよね、これ絶対。うん、多分変わる。脂肪にならずに筋肉に変わるように願っております。いやーほんとこの状態が落ち着いてあれしたらまたみんなでバーベキューしたいですね。うん、みんなでバーベキューする日はいつ来るのかな。うん、みんなでワイワイ騒ぎながらやりたい、うん、今日の Vlog はちょっと内容を詰め込みすぎたかもしれませんが、まあこんな感じでだらーっとした酔っ払いの感じで終了したいと思います。うん、なんかちょっと本当詰め込みすぎたかな。まあでもまあVlog なんでしょうがないですね。一本にまとめてしまうので。うん。という感じで、今日の Vlog は終了したいと思います。もしよろしかったら、チャンネル登録、いいね評価、バット評価、何でもいいんでよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。では。